はい、皆さんこんにちは、鳥取キングダムです。今日も元気にサカツクやっていきましょうということで、本日何をやっていくかというと、現在ですねガチャが結構たくさん来ています。まずはこれですね、スナイデルとモリエンテス、そして続いてカナバーロと、ロベルト・カルロス、そしてピックアップスカウトでメンフィス・デパイ、フランク・ケシエ、それからグッドチョイススカウトでリバプールですね。はい、そして、現在一番新しい、レジェンドスカウトでベルカンプという形になっております。5個もですねスカウトが来ておりますので、まあ、最近始められた方とかね、今ちょっとガチャ回したいよという方もいらっしゃると思うので、まあ、どのガチャがいいのかというところも踏まえてですね、個人的にはこの、全部かな、このピックアップスカウトのメンフィス・デパイ・ケシエもそうか手に入れたから、そうですね、ほぼ全部の選手の使用感というところを見ておりますので、メインとなるところですね。なのでですね、この全選手の中から、鳥取キングダムが独断と偏見で選ぶ使用感ランキングベスト5という形で出させていただこうかなというふうに思います。でですね、まあ、前提として来月にサカツクは5周年を迎えますので、5周年アニバーサリーの大きなガチャフェス、祭りのような、ことがですね、待っております。まあ、4月1週目に多分告知来て、2週目ぐらいには、もうドンと始まってきますので、もうあとねほんの数週間で始まっていくというところがあります。なのでこのタイミングでね GB はなるべく温存しておいた方がいいということが一応前提としてあります。まあそっちはそっちでちゃんとね、課金したりとか、して、まあ、引くから今あるガチャも、引きたいよという方もいると思いますので、まあその参考になればなというふうに思います。それではやっていきたいと思います。はい、では第5位から発表していきたいと思います。第5位は、はい、このガチャですね、デニス・ベルカンプのガチャから選出させていただきました。はい、ハキム・ツェイク選手でございます。第5位がハキム・ツェイク選手ですね。本当に出たばかりの選手ですが、まあ現在使っていて、まあかなりですね、得点力があるなというのを感じております。またですね、ドリブルとシュートっていうところに、選手の能力が尖ってるところに、合わせてプレイスタイルがアタッカー系統というところで、サイドの選手ということで、しっかりとですね、ドリブル、まずボールを運んでいく、前線に運んでいく、バックパスの選択がかなり少ないですね。なんでハキム・ツェイクがボールを持てば、かなりの確率でゴール前まで、ボールを運んでいくことができる。で、運が良ければ、シュート選択してくれればオプティマスロングシュートで一気に、得点に近づいていくというところ、あとはドリブルの威力でいうとかなりの確率やっぱ抜き去っていく、まあ、この辺もですね、ツェイクの特徴かなというふうに思います。なので、まあ、能力値とプレースタイルとプレーのこの選択がすごく噛み合ってるというところと、スキルもですね、初期のこのセイビアドリブルランク A もかなり、重宝して、発動も軽いですしね、あとはオプティマスロングシュートという現状最高峰のロングシュートを持っているというところも、選出の要因かなというところです。あとはレーン特徴ですね、これはですね、まあ、一応センターのレーン特徴ほど貴重ではないですね。センターのレーン特徴っていうのは、まあ、必ずですねセンターフォワードもいれば OMF がいることもあればいないこともありますが、ボランチがいたりセンターバックも絶対にいますしというところで、センターのレーン特徴っていうのは必ずかかっていく選手が多数いるので、センターのレーン特徴の人権選手レベルに比べるとやっぱちょっと落ちてしまうんですけども、まあ、それでもですねやはりレーン特徴って何人でも持っておくと、将来的にね重ね掛けができたりをここで使えるっていうこともあったりしますので、そういう意味でこのレーン特徴ですね。あとは、サイドバックを使ってる場合、まあ、僕の場合はチャビ監督で使うのでサイドバックにも、これがかかってくるので、サイドバックのドリブルとタックルが上がるっていうのはすごく嬉しいんですよね。サイドバックで一番重要なのは僕の中ではタックルとドリブルなんですよ。その2つがダイアップしてくれるっていうところで、意外とこのハキム・ツェイクのレーン特徴は自身というよりかはサイドバックを使うときにはかなり強くなるレーン特徴かなというふうに思います。で、またですね、将来的にもし、右サイドのレーン特徴が、
二重にかけられるってなった場合ですね、ゼークとサイドバックにレーン特徴って過去、多分来たことないと思うんですよね、一度も。これがでもそのうち出てくると思うんですよね。ってなった時にサイドバックのレーン特徴っておそらく守備も上げながらっていうレーン特徴が多いと来る可能性が高いと思うので、ゼークと2つで使った場合のサイドバックの上昇率って結構高くなると思うんですよね。まあそういう意味でも将来的なね、まあ可能性はそんなに高くはないですけど、ところも踏まえてやっぱり連続値を持ってるというところも、この5位という選出にさせていただきました。はい、さあ続いて第4位を発表させていただきます。はい、第4位はこの選手です。はい、フェルナンド・モリエンテス選手が第4位とさせていただきました。いやー、モリエンテス選手ね、想像よりもしっかりと活躍してくれます。はい。まあ、シュートが高くて、ドリブルもまあまああって、パスもまあまああって、で、特筆すべきは、トラップ、キープのテクニカルのところがかなり高い。そして精神力も高いというところが、モリエンテスのポイントかなというふうに思います。で、ポストプレイヤー系統ということで、まあ、しばしね、ポストプレイヤー系統って出てなかったんですけど、ポストプレイヤー系統は結構ね、選手によっては大活躍する場合があるんですね。このモリエンテスもそのうちの一人かなというふうに思います。ステータスのバランス的にやっぱりキープ力がすごくあるんですね。まずトラップした瞬間に攻撃成功度がぐっと上がるので、トラップの瞬間にパスカットが相手を発動したとしても、こっちがしっかりとボールをキープする可能性が高くなってくる。で、キープ力ももちろんある。で、運んでいこうと思えばドリブル数値もあるので、しっかり運んでいけますし、シュートもしっかりと入っていきます。パスも高いので、ポストプレイヤーとしての役割もしっかりと、担ってくれるということで、かなり僕はこのモリエンテスは、いいなというふうに思っております。で、もう一ついい点があって、そこはマイティシュートですね。やはり空中戦もこれが発動してくれるので、ポストプレイヤー系統でセンターフォワードなので、当然空中戦のスキルを積みたいところなんですが、最初からね、この最高峰の空中戦のシュートがついてくれています。で、あとはこれゴールキーパーのスタミナをダイダウンしてくれるので、普通のシュートとしてマイティシュートが発動してもゴールキーパーを削れますし、空中戦でモリエンテスが、ボレーとかしても、スタミナを、ゴールキーパーのスタミナを削ることもできるというところで、まあおそらくここって前半はモリエンテスで、後半からジョーカーかましたいところでもあるので、前半のうちにキーパーをしっかりと削れるっていうところもモリエンテスの良さかなというふうに思います。なので個人としての得点能力も高いですし、チームとして後半につなげていくっていう意味でも、このモリエンテス選手のマイティシュートっていうのがかなり生きてくるかなというふうに思います。同じくランク A のマーベラストラップもディフェンダー陣のスタミナを削っていくっていうところもすごくいいと思いますし、まあ、全体的にね、モリエンテス選手は想像以上に活躍してくれてるなというところで第4位にさせていただきました。はい、続いて第3位を発表させていただきます。はい、第3位はこの選手です。はい、ロベルト・カルロス選手です。第3位ですね。まあ毎回ね、ロベカルはどのバージョンも強いですね。で、今回のバージョンも S4 つ持ちでサイドバックできました。で、サイドバックっていうのはやっぱりタスクが多いんですよね。守備もしてほしい、攻撃もしてほしい、っていうところで、しっかりとですね、 S4 つ持ちが活かされてるなっていうのをすごく感じました。攻撃のところに S がしっかりとある、そして守備のところタックにも S がある、そして両方に関係してくるスピードですね。相手を追いかけてタックル決めるスピード、相手をドリブルで抜き去るスピード、ここも SB というところでついている。ステータスぶりももうパーフェクトと言っていいほどの捨て振りかなと僕は思います。もうパーフェクトですね。これが欲しかったと思うようなサイドバックになっています。またですね、シェスター監督を使うにあたっては、シェスター監督の弱点ってディフェンスがどうしても弱いんですよね。そういう意味でサイドバックの攻撃と、攻撃点はサイドバックの守備、
タックルで枯れるかどうか、ここ結構重要になってくるんですよね。なんでそういう意味でこれだけのねタックル数値がしっかりとあって、マーク数値もあると、でスピードもこれだけ高いというところで、しっかりとロベカルは守備をしてくれますので、このロベカルがいるかいないかっていうのは、得点失点率にも加わってきますけど、そこからの攻撃もロベカルやっぱりこのドリブル数値ありますので、かなりね攻撃としてもロベカルは効いてくるかなと。あとはこのドリブルとスピードの数値が異常に両方足すとね、足すと相当高いんですよ。でそれだけで、まああとは前後の兼ね合いもありますけど、その、まあ、前後というか前か、だからロベカルがボールをもらうまでの攻撃数値の加算率っていうのもあると思うんですけど、結構このロベカル点も取るんですよね。でやっぱりロベカルっていうのは光るプレーが2つぐらいね、特殊なやつが入ってます。超伝説のねフリーキックだったりとか、あとはコーナーキックギリギリでのね、ほとんど角度がないところでのゴールとか、光るプレーも入ってますので、まあゴールが確定した段階で、まあそっちの光るプレーに、切り替わったりとかもあるので、まあロベカルね、これ本当に、強いなというふうに感じています。過去出たサイドバックの中でもまあトップクラスに強いんじゃないかなって僕は思いますね。まあ、ただでさえ数値も高いんですけど、やっぱそこにねこの後方のドリブラー、ドリブル特大アップ、ディフェンス大アップ、走撃の主戦車ということで、さらにディフェンス能力3つ、さらそしてドリブルスピードに大アップということで、ちょっとねもう隙がないですよね。でここもさっき言ったサイドバックで必要なドリブルとタックルというところのスキルの発動率も特大アップ両方かかっているということで、もうパーフェクトに近いロベカルかなというふうに思います。はい、ということで第3位はロベルト・カルロスでした。さあ第2位いきたいと思います。第2位の選手は、はい、ということで第2位も同じガチャの中からですね、ロベルト・カルロスとカンナバーロのガチャですね。第2位はファビオ・カンナバーロ・カルチョ・カンピオーネということで、まずねこのカンナバーロ、まあ当然ですけど、まあここに入ってくるだろうなと予想されていたと思います。まあ1位かね2位かなっていうところだと思うんですけど、まあこのカンナバーロはちょっとぶっ飛んでますね。そもそも総合値が、14,042ということで、なんと 14,000 オーバーということで、現状の選手の中でも圧倒的な総合値になっております。さらにはディフェンスキーマン、巨人の統率者で、ディフェンスキーマンに設定するとセンターバック、右左のサイドバックの、得意選手がサイドアタックの選手ですね、タックルパス大アップし、タックルスキル発動率を大アップするという、ディフェンスキーマンがついていて、さらに、特徴4つ持ちなんでね、ボールサプレッサーでタックルマーク特大アップで、正誤射でファールしにくくなりがまずセンターバックについてて、もうこの時点でめちゃくちゃすごいですよね。でディフェンス能力ダイアップ全部ダイアップします。まだあります。タックルパワースピード3つを特ダイアップデュエルキング、はい、ぶっ飛んでますね。特徴4つ全て隙がない。さらにはソリッドタックルですね、一定時間タックル特大アップして、相手フォワード選手全員のシュート特大ダウンですね。で味方ミッドフィルダー選手全員のスタミナを小回復すると、もうねパーフェクトですよ。で数値的にももうとんでもない、タックル数値とマーク数値ももう最高峰ですし、パスカットも申し分ない。そしてなんといってもフィジカル、スピード、パワー両方ともが限界突破とプレースタイルで上がってるっていうところですね。でパスも高い、もうね言うことなし、もうパーフェクト。いやこのカンナバーロは本当安定感ありますよね。でさっきも言ったみたいに、シェフター監督はディフェンスが穴ですので、やっぱり、このカンナバーロとかねロベカル、要はこれ追撃のガチャだったと思うんですけど、追撃のガチャですよね。この追撃のガチャでシェフター監督の弱点をしっかりと修正してきてる、ここねやっぱそうですねっていうのをすごく感じますよね、このロベカルとカンナバーロというところで。だから現在のガチャもそうですけど、クラッシャーが穴になってますよね。
でそうなると今のあの新監督のモスキーニョ監督はめちゃくちゃ守備が弱いんですよ。で追撃でおそらくすごい強いクラッシャーが出てきて守備固めましょうみたいな感じなんで、このシェクターの時と一緒ですね、追撃で守備をガチッと固めてくるという感じでいくのかなと思います。はい、ということで第2位はファビオ・カンナバーロ。おそらく現状、まあ僕の使用感でいうと現状センターバック最強と言ってもいいかなと思います。それでもシェクター監督は結構守備が、ちょっとねきついところはあるんですけどね。さあ次行きましょう。最後ですね、第1位です。これだけある第1位、5個あるガチャの中の第1位はこの選手です。はい、僕はもうこれ迷いませんでした。はい、1位はこの選手、ウェズレイ・スナイデル。いやー、ここねやっぱ1位ですよ。でなんでかっていうと、当然まあ選手として素晴らしい、選手としてはもうシュート数値が圧巻の数値、パスも圧巻の数値、ドリブルまあ使える程度で、トラップもしっかりと高くて、精神力も高くて、パワーが高い、スピードも一応1000をオーバーしているというところで、まあ、これもしっかりと穴がなく作られていて、得点も取れてチャンスメイクもできて、パスもすごく高いので、スナイデルからのパスは得点につながりやすいというところ。さらには攻撃の名手でオフェンス能力大アップ、パスが一番高いところがさらに特大アップ、そして高いところシュートがまた特大アップで、ドリブルも特大アップですね。オフェンス能力のところだけで言えばもうジョーカーに匹敵するような、特徴効果になっているというところですね。そして究極の右足でなんとプレースキックも蹴らせることができるっていうのも一ついい点ですね。そしてですね、プレースキックの名手で基本能力に関わらずプレースキックが上昇するっていうのは、ここのですね数値、プレースキック数値17にプラス3000という数値が内部的にされますので、3017という数値に変わります。でそれだけでもすごく素晴らしいんですけども、この選手のシュート数値、そして精神力、そしてここです、パワー。僕の中でフリーキックの得点の、成功率は、このプレースキック数値、シュート数値、パワー数値、精神力の数値、僕はこの4つが関係してるっていつも思ってるんですね。そしてこのスナイデルはこの4つ全てが高いんですよ。プレースキック数値3017、シュート数値も圧倒的ですね。シュート数値は6000オーバーで、それから精神力ですね、精神力も2400オーバー、そしてパワー、ここにもしっかりと限界突破が加わってきていて、いくつになる、2700ぐらいになるのかな。とにかくねこの4つ僕が大事だと思ってたところ全てが数値が上がっているということで、その、まあ、予想通りですね、スナイデルのフリーキック過去1点決まります。間違いなく僕の使用感情、スナイデルのフリーキックは一番点が決まりますね。はい、っていうところも含めてスナイデル自身がすごく優秀なんですけど、1位にした理由はそこもあるんですが、そのレベルの選手がなんとニポジ持ちっていうところです。そしてニポジ持ちっていうのもセンターフォワード OMF とか、縦ラインで同じっていうのが普通は多いんですけど、そうではなくて左のウイングとOMF っていう全く違うポジションが、適性が赤になってるっていうのがものすごく優秀だと思います。なので左のウィングとしても使えるので、他のフォーメーションや他の戦術でも左のウィングが必要な場合、左のウィングに、指定がない場合ありますので、そこでスナイデルを使ってあげても強いですし、 OMF で使っても強いです。そして今後ですね、サイドアタックどんな監督が来てもOMF がない場合であれば、必ず左の、サイドバック、ミッドフィルダー、もしくは左のウィングがいます。逆に、その逆も、しかりですね。つまり、どんな監督が来ても、とりあえず、このスナイデルは置くことができる可能性が非常に高いということですね。そして、オフェンスバリエーション。まあ、基本的に今の流れだとずっとついてるので、それで言うと、センターフォワードもサイドアタックに関しては、オフェンスバリエーションを持ってる監督の場合、赤適正ポジションになるんですよ。そうすると、現状サイドアタックの場合は、3つの適正ポジションがあるということになりますので、非常に優秀な、今後も長く使うことができるスナイデル。最悪サイドアタックでもうどうしてもね、例えば、OMF いません。で、
左サイドのミッドフィルダー指定がありました。でそこはアタッカー指定だったのでトリックスター使えませんでしたっていう場合は使えないんですよ。例えばそういう場合であったとしても、一般的には他のね、戦術でも使えると思います。まあ、マスター勢とかね、ダイヤ勢になってくると、やはり戦術位置っていうのは常にね、つけていくと思うんですけど、そうじゃなければね、他の戦術でも、しっかりと使っていけますので、このウェズレイ・スナイデルっていうのは本当人権選手並みというか、持っておくと本当に長く、チームを支えてくれる選手になるだろうなというふうに思います。はい、なんで、まあ、実力プラスそういったね、あのマルチな部分も含めて、現状の今来てるガチャの中では一番優秀かなと僕は思いました。はい、ということで以上が鳥取キングダムが独断と偏見で選ぶ現状のね、5周年前のこのね乱雑したガチャの中の、第5位ベスト5位ですね、発表させていただきました。はい、ということで、まあ、あくまで僕が使ってるねあの使用感なんで、まあ、少しでもね参考にしていただければなというふうに思います。はい、ここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。The cold nights just don't feel the same. Oh.